皆さんこんにちは。作曲家の佐原志音と、はい、吉田大吉です。はい、吉田大吉さんはシタール奏者で、今日から私は大吉さんに、シタールだったりインド音楽についていろいろ学ばせていただきます。はい、この講座はですね、第1回からもう何回まで続くかわからないんですけれども、インド音楽を皆さんと一緒に、こう順序よく学ぶために、始めた、動画です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、大吉さん、まず、はい、インド音楽とはというざっくりした質問なんですが、そうですね、それね、すっごい難しいんですけども、はい、まあですねまあインドに古くからもう紀元前、まあ、10世紀とか、うんうん、それ以前からずっとこう一つの文脈で発展してくる音楽で、うん、でまあインドっていう国はこの70年ぐらいなんで、それまではいろんな王朝があって、うん、でそのインド地方ですね、インドは大陸地方にずっとある音楽です。うん、じゃあインダス文明の後にベーダー時代が、まあこううん、前後あって、その時に、うん、まあ、こう作られた感覚というか音楽だったんですね。まあ、その記述、そのベーダーの、うん、中に、まあ、記述として、うん、出てくる4つのベーダーの中の一つ に出てくるのは、うん、そのが最初ですね。うん、記述的に大体紀元代10世紀からですね、はい、音楽理論が出てきます。3000年前から始まっている音楽、はいはい、古いですね。はい、もっと前からあると思いますけど、一応記述されたのはそれぐらいですね。はい、はい、それから脈々とあって、大きく2つに分かれます。北インドと南インドですね。ものすごくざっくりですけど、そうですね、インド大きいですからね、五三角形でね、はい、なぜこう北と南にもともとはさっき言ったベーダから来てるんですけど、うん、北は中世に、イランとかアラブからの、いろんな文化が入って、うん、で中世からイスラム王朝が生まれたんです、うん、だからそのもともとのベーダの基本概念の上とそのイスラム的なものが、融合していくんですね。うん、で南インドの方はそのもともとのベーダのものが今度はヒンドゥーとして発展していったものですね。うん、はい、あ、それで北と南に違いが、そうですね、そうですね、ざっくりとまあイスラム文化的なものとヒンドゥー文化的なもの、うん、北の方がイスラムで南がヒンドゥーなんですね。そうですね、うん、はい、そうですよね。いろんな国があってエフタルが侵略してきたりとか、こうそうですね、ネパールの方にチベット仏教が行ったりとか、うん、宗教もこうたくさんこう織り交ざって、そうですね、で最後はヒンドゥー教がたくさんの神様を、ね、はい、こう備えた宗教になって、うん、まあ、今あるっていう状態ですもんね。そうですね、はい、まあ、ただそのイスラムの場合はその宗教から音楽が切り離されたんで、はい、純粋に音楽になったんですよ。うんうんうん、なので例えばイスラムの王朝時代でもヒンドゥーの神話を題材にしたものが今で演奏されたりするんです。あ、そうか、イスラム文化でもヒンドゥーのものをこう取り扱ったりっていうのはお互いに、そうそうそう、うんうん、だから宗教音楽ではないんですよね、うん、このシタールとか、よくインド音楽っていうと宗教音楽のように思う人も多いです。ただ宗教音楽としての面もすごくあります。ただ南インドは宗教音楽的な面はものすごく強いと思いますけど、北インドはどっちかというとその音楽っていうその芸術だったり芸能っていう面が強い。だからヒンドゥー教の人とイスラム系の人は一緒に演奏しますし、うん、うん、そういう、じゃあラーマーヤナとかモハバーラナとかこう伝えるためのなんかこう音楽とかいろいろそういう立ち位置で存在するっていうよりも、そう、南インドはちょっとそういうあれがあります、うん、ヒンドゥーの神話をそうやって神話をね、うん、音楽とかダンスとか音楽であったりもする。うん、ヒンドゥーの場合、北インドの場合は純粋に音楽として、はい、コンサートでやったり、そうですね、うん、ヒンドゥスタニ音楽って言うんですかね。そうです、ヒンドゥスタニ地方ですね。ヒンドゥスタニ地方、北インドが、はい、そうです、うん、なので、インドっていうのは分かれたのはその最近なので、はい、パキスタン、バングラデシュ、うん、もうそれこそアフガニスタンとかも含めて、うん、あの辺がヒンドゥスタニ地方ですね、いわゆる北インド地方、うん、1947年にインドから独立して、うん、まあ、初めてその今のインドができているので、 それまではこう、まあ、周辺の諸国も含めて、まあ、インド文化だったので、同じような楽器だったり同じような音楽が
たくさんあるってことですね。そうです。その王朝があっただけなんで、うん、そういうパキスタンも含めたヒンドゥスタンに地方に、はい、ただミュージシャンは、まあ、特にこうシタールみたいな宮廷、一応宮廷楽器なんです、うん、でその宮廷に雇われてまあ、コンサートをするんです、うん、でそういういろんな王朝があってそこで、はい、宮廷の楽器なんですね。高貴なイメージですね。高貴なイメージです。民衆はじゃあ演奏してなかった、はい、今でも、普通の人はシタール知らないです。あ、今の普通の人は、例えば、はい、だから例えば日本人が雅楽とか知らないですじゃないですか、うん、そうですね、そんなにね、楽器も多分見たことないと思います、うん、はい、よほど近所のお寺とかが雅楽やってない限りは、うん、多分見たことないと思う。そうですね、はい、演奏法だったり音楽の構造も雅楽よくわからないって人たくさんいますよね、うん、そんな感じです、うん、だから多くのインド人たちはそのいわゆるそういう古典楽器とか宮廷楽器っていうのはほとんど知らないです、うん、はい、だから僕とかがインドに、まあ、今はあれですけど、まあ、例えば下町の下宿とか行くじゃないですか、はい、で音楽を勉強してるとシタールだって言ったらなんだそれみたいな、あ、そう言われちゃうんですね。そんな感じです、うん、南のインド音楽は何て言うんですか。カルナータカ。カルナータカ、うん、カルナータカ地方なんですね、うん、そっちはそっち で、うん、で僕それはもう全然わからないですよ。あ、はい、じゃあ南インド音楽専門家 もそれはそれでいらっしゃるんですね。そうですね、奏者も、はい、うん、だから、うん、僕とかはだから北インドの音楽やってから、まあ、近いものは近いんですけど、うん、でもやっぱ分からないですね、どうなってるのかが、はい、同じインドでも。分かりました、はい、じゃこの講座では北インド中心 そうですね、はい、お届けします、はいはい、それから、次に聞きたいのが、はい、ラーガとラーガとタラです、ね、タラ、はい、でまあ、いわゆる、まあ、インド音楽って言いますけど、はい、本当の名称はヒンドゥスタニー音楽ですけど、うん、いわゆる学校でメロディーとリズムとハーモニーって音楽の三大要素って学ぶと思うんですけど、うん、ハーモニーがものすごく全然ないってことはないんですけど、ハーモニーがほとんどないんです。でメロディーとリズムがものすごく特化している音楽です、うん、がインド音楽。そうです。メロディーとリズム、そうです。それが和音がないと。和音が、まあ、ゼロではないんですけども、うん、はい、和音はもうこれだけです。あ、はい、これの中に5度ですね。はい、レラっていう音、うんうん、そうです。ラレ、うん、でそのメロディーの、ものすごく膨大にあるんですけど、その体系をラーガって言います。うん、でリズムのいろんな膨大、これも膨大になるんですけど、はい、それの体系をタラって言います。うん、旋律の体系をラーガって言って、リズムの体系をターラっていう、うん、その2つの組み合わせによって、そうです、まあ、音楽、複雑な音楽は進んでいくっていう考え方、はい、そうです。私西洋の、まあ、こう音楽大学、うん、まあ、をまあこう出てて、うん、音楽大学では西洋音楽を中心に学んだんですけど、うん、やっぱり和声なんですよね。ハーモニー中心で受験もあって、うん、こうドミソとかドファラとかシレソとか、はい、トニックドミナントサブドミナント、いろんな和音を組み合わせて、うん、機能和声で、うん、まあ、こうバロックからロマン派時代の、うん、作品を分析しようとかやってきたんですけど、うん、そういった、まあ、オーケストラで演奏できるような和音が、まあまあ、ほぼあまり使われないまま、発達しなかった、発達しないまま、うん、インド音楽はそうです、また別の方法に複雑になる。そうです。メロディー と、うん、リズムに関してはものすごく複雑になってます、うんうん、はい、どう複雑にできるのか気になりますよね。その旋律と、うん、そのリズムだけで複雑化するっていうのがちょっとこう、はい、イメージがわからないですけど、まあ、例えば複雑さの、ものすごく簡単にイメージしやすいものは、うん、例えば西洋楽だと1オクターブ12音ですね、うん、でもやっぱりインド音楽だと1オクターブ24音とかそれ以上でやっぱ考えていきます。だからいわゆるその最初のスタートがちょっと違うんですよね、うんうんうん、インド音楽の音程について少し補足します。インド音楽では全てナチュラル音のドレミファソラシド、インドではサレガマパダニサがあり、1度と5度は完全5度でシャープもフラットもつきません。2度3度6度7度にフラットがあり、4度にシャープがあります。さらにフラット2度には2種類あり、ナチュラル2度にも2種類あります。フラット3度にも2種類あり、ナチュラル3度にも2種類あります。ナチュラル4度にも2種類あり、シャープ4度にも2種類あります。1度5度以外の音に
さらに細かい音が2種類ずつあるので合計1オクターブ22音になります。じゃあこう音律が違う。そうですね、うん、なのでやっぱり旋律音楽の場合はもう微分音という言葉すらもないんですけど、うん、そういうものすごくその細かい音程まで、うん、ちゃんと認識していくっていうのがまず複雑さの一つですね、うん、西洋音楽だと純正律、ピタゴラス音律、うん、それで今まあ平均律っていうふうに12音でこう考える人が、うんはいほとんどですけど、はい、24音とか、うん、12音が スタートですけども、うん、やっぱりそこから、この演奏の描写を深めていくには、うん、やっぱり、もっとこう細かい音階、うん、24だったりそれ以上だったりっていう音階が存在する、うんすね、アラブとかイスラムもでもそうですもんね。そうです、うんうん、そうです。日本でもそうです。その壺っていう三味線の壺があって、うん、やっぱりそういうそのやっぱり8分音クォーターの音とかぐらいまでやっぱ考えて、うん、その認識できないとやっぱそのやっぱ描写は含まれないですね、うん、やっぱそっちの方に、進んでいったのが、まあ、インド音楽もその一つです、はい、でも西洋の人がまあ捉える微分音とはまた別でもともとそういったこう色彩を持っている音程があるっていう存在を最初から認知しているところですね。でそのまあ、ラーガとタラっていう名前が出たのがさっき紀元前10世紀のベーダのから出てくる。あ、ベーダに書かれてるんですね。そうです。ラーガ、そこで初めて文字化されるんです、ね、はい。これはボンゴ、サンスクリット語でラーガとタラっていうものがある。そうですね。で最初はその照明っていうか日本でいう照明のお経の上げ方の指南書として出てくるんです、うん、ああ、歌なんですね。歌唱だったっていう。そうですね。うん、じゃあシタールも同じように歌のように演奏する。そうですね、うん、そこからずっと発展してきて、はい、で中世イスラム王朝では宗教とは分離されて、うん、でも その影響下の中ずっと発展してきたのがインド音楽ですね、うん、はい、面白い。